消防本部応急救護所からなんですが、今2台の救急車が動き出しました。現場から2台の救急車が出ていきました。応急救護所から今津港まで重症患者2名を搬送するということです。今津港へ、主会場の救護所から重症患者2名が今津港へと運ばれてきました。待機していた警察の警備艇と民間の小型船舶に患者を乗せ、 DMAT の医師と看護師が同乗して対岸の長浜の病院へと補助搬送していきます。高島市民病院には災害現場から次々と負傷者が運ばれてきます。病院では建物の外で一時トリアージ、建物内で二次トリアージを行います。応急処置やレントゲン撮影、入院や転送などの訓練を行いました。高島市民病院は災害拠点病院として DMAT 調整本部の要請により DMAT 活動拠点本部を設置、他の施設の DMAT の準備や活動場所の指示、主会場との情報伝達訓練を行いました。大規模地震が発生すると建物の倒壊や山崩れによる土砂災害などが発生します。会場では消防、警察、自衛隊が連携した土砂災害と倒壊建物救出訓練が始まりました。土砂災害訓練は地震により山の斜面が崩落、国道を走行中の車両が土砂に埋もれ、多数の生き埋めが発生しているとの想定で救出活動が行われました。一方、倒壊建物救出訓練では2階建て家屋の1階が押しつぶされ、1階の状況が不明との想定で活動が始まりました。隊長、現在1名が侵入中。ゆっくりと。また隣では台風による増水で車両が水没、運転者が不明との情報で活動中です。今、後輪の一部が見えてきました。これからですね、特殊な工具を使ってこの扉を開けることが現場で確認されています。現場では防災機関のほか、地元消防団や日本自動車連盟滋賀支部のレッカー車、日本レスキュー協会の救助犬なども救出活動に参加しました。レスキュー犬が到着しました。負傷者の確認を行っています。残された人がいないかどうかの確認を行っています。姉川地震で最も被害が大きかったのは旧虎姫町です。死者17人、重傷者53人、住宅の被害は全半壊合わせて802戸、全戸数991戸の8割以上の家が被害を受けました。死者のほとんどが建物倒壊による圧死でした。阪神淡路大震災では死因のおよそ8割が建物の倒壊や家具の転倒によるものとされています。今回の訓練で想定された琵琶湖西岸断層帯地震でも高島市内で全半壊する建物は合わせて1万6000棟以上、死者317人、負傷者595人に上ります。首都直下型地震の被害想定でも東京都によると建物の耐震化をすることで死者を 60% 減らすことができると推計されており、大地震に備えるためには地震に強い家にすることが何よりも大切です。地震から大切な命と財産を守るためにできることから地震対策を始めましょう。まずは住まいの地震対策。滋賀県では県内の市町と一体となって木造住宅の無料耐震診断を行う滋賀県木造住宅耐震診断員派遣事業を行っています。対象となる木造住宅はご覧の通り、診断は無料です。お申し込みは各市・町の担当窓口で受け付けています。また、耐震診断の結果、
倒壊の可能性が高いと診断された住宅で耐震改修を行う場合は、さまざまな補助制度があります。その一つが木造住宅バリアフリー改修事業です。市町によって補助金の額が異なることもあります。詳しくは各市町の担当窓口にお問い合わせください。住まいの地震対策、続いては耐震シェルターです。滋賀県では比較的安い価格で安全な空間を簡易に確保できる耐震シェルターや防災ベッドの普及を図るため、設置にかかる費用の一部を助成しています。補助制度の対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建設されたもので、倒壊する可能性が高いと診断された木造住宅です。県では購入や設置にかかる経費について最大20万円を補助しています。詳しくは市町の担当窓口にお問い合わせください。地震ではたとえ建物が壊れなくても、家具類の転倒や落下によって怪我をすることがあります。地震による怪我の防止や避難路の確保のためには、家具類の転倒・落下防止をしっかりとしておくことが大切です。家具類の転倒・落下防止のための4つのポイントを紹介しましょう。まずは安全空間の確保。家具の置き場所や置き方を見直し、室内の安全空間を確保しましょう。2つ目は家具の正しい設置。絨毯や畳に背の高い家具を置かない。もし置く場合は板などを敷き、前のめりより後ろもたれ気味にする。また重いものは下の方に収納し、倒れにくくしましょう。3つ目は家具の固定。転倒防止器具などでしっかりと家具を固定しましょう。家具固定の器具はホームセンターなどで手に入れることができます。4つ目は収納物の飛散の防止。開き戸タイプの家具には開き戸ストッパーを取り付ける。またガラス扉や窓には飛散防止フィルムを貼りましょう。このほか吊り下げ式の照明器具の補強や、テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどの家電製品の固定なども忘れずにしておきましょう。最後にもう一つ、地震対策の基本の基本は自助。自分と家族の命を守るために、災害時の役割分担や避難場所までの道順、家族の連絡方法、災害用伝言ダイヤルの使い方など、家族全員で話し合い確認しましょう。さらにもう一つ、正しい情報、確かな行動。地震直後は混乱して噂話や流言飛語に惑わされる恐れがあります。ラジオやテレビ、インターネットなどを使って、行政などが発信する正しい情報を得るようにしましょう。平成24年度滋賀県総合防災訓練、場合をもちまして全て滞りなく終了いたしました。以上報告します。そしてこちらは赤っ、倒れ。さて、琵琶湖西岸断層帯による地震、あるいは東海、東南海、南海地震など、滋賀県内においては地震はいつでもどこでも起きるかもしれません。県としましては、この機会に災害への危機意識をさらに高めながら、いざという時の備えを万全にして、災害に強い滋賀県を皆さんと共に作り上げていきたいと考えております。災害は同時多発でございます。自らの命は自らで守る、自助共助の観点から、ご自身、ご家族、地域での防災対策をさらに進めていただきたいと考えております。実際に起こってこれだけのことができるかなというのは思いましたけどね、
自分しなければならないことをしっかりとこう確認しなければならないなと思ってるんですけど、今回こういうことを参加させていただいてよかったなと思います。日頃からやっぱり十分に考えておかないかんやろなと。家では非常袋なんかにいざという時 の, その貴重品なんかのものを常に保管しているといいますか、そういうようなことに気をつけています。地域のこう助け合いが、みんなでこう助け合いができればいいなと。日頃からお互いに声を掛け合いながら関わりを持って、いざという時にみんながこう一丸となって助け合いができたらいいなと思いました。最初は何とも半字がたき不快の揺るぎ、身に感ずるや否やたちまち遠雷のごとき一大名堂を聞く。明治42年に発生した姉川地震の発生当時の模様です。近年全国に地震が多発する中、安全な県だと思われている滋賀県でも、わずか100年遡れば大きな地震が起こっています。地震大国日本、どこに住んでいても地震の危険から逃れることはできません。あなたの住んでいる地域でも地震はいつか必ず起こります。震度7、大地震に備える。避けることができない地震でも備えることはできます。家族や会社、地域の人々と声を掛け合い、しっかり地震対策に取り組んでいきましょう。